どうしたの？さっきから何か調べているみたいだけど。私物のドローンを飛ばしていたんですが、急に通信が途切れてしまいましてね。ドローン？何に使っていたの？主に偵察と情報収集ですよ。瞬間移動する場所の安全性を把握する必要もありますから。普段からいろいろと準備しているのね。通信が途切れたって故障かしら？まだ何とも言えません。ドローンが送ってきた情報を解析したいのですが、データが破損していまして。そういうことなら嵐に頼んでみたら？彼女が面倒ごとを引き受けてくれますかね。話すだけ話してみましょうか。ほいほいっと。とりあえずできる限りのデータを復元してそっちに送ったよ。確認してごらん。映像も残っていたようですね。手を貸してくれてありがとうございます、嵐。珍しいわね、嵐が素直に仕事を引き受けるなんて。私も最近ドローンを使っていろいろやっているのでね、原因が気になるんだ。で、何かわかったかい？残念ながらあまり。最後に映像が乱れて怪異の姿が映っているようですが。怪異に襲われたということ？それも妙な話ね。怪異がドローンに手を出すかしら？確かに怪異はあくまで人間の脳を求めるものだ。場所はクナド高速輸送道路か。うむ。電子機器の故障か、あるいは事故にあったか。いずれにせよ直接出向いて回収するしかありませんね。私も行くわ。原因がはっきりしない以上、何があるかわからないでしょう。ありがとうございます、カサネ。使用に付き合わせてすみません。待ちたまえ。私も同行して構わないかな。嵐も今日は随分活動的なのね。何か理由でもあるの？私が親切心を発揮するのがそんなに珍しいかい？さっきも言ったが、事実を確かめたいだけだよ。断る理由はありませんよ、嵐。では向かいましょうか。ドローンが通信を絶ったのはどのあたり？ここから少し先です。やはり怪異が多いですね。二人には言うまでもないでしょうが、注意してください。その前に一つ聞いていいかい、ルカ？はい、何です？大したことじゃないが、どうしてこんな場所でドローンを飛ばしていたのかと思ってね。確かにあまりここを偵察する理由は思い当たらないわね。クナドゲートの観測とか。正直に話した方が良さそうですね。少し気恥ずかしいので黙っていたんですが、実は今日ドローンを飛ばしていたのは景色を見るためだったんです。景色？この道路の景色を？いえ、もっと先まで飛ばすつもりでした。偵察のついでにあちこち景色を見るのが好きでして。景色を見るだけなら自分の超能力で瞬間移動した方が早そうだけど。瞬間移動で行ける場所は限られているでしょう。安全も確保しておかなくてはいけませんし、僕が好きな景色はもっと遠くの方なんですよ。道もなく人もいないような。道もない場所？ニューヒムカの外側ということかな。そうなりますね。遠い景色を眺めるとちょっとした開放感があるんです。それって国の外側では過去もしがらみも関係ないからかしら？かもしれません。ここではどうしても窮屈な気持ちになることがありますから。なるほど。確かに君はセプテントリオンなんて肩書きもあるし、さぞや肩が凝るんだろうね。その点嵐は気楽そうね。
気楽でいられる立場を確保してきたからね。コツは期待とか責任からなるべく距離を置くことさ。さすがですね。嵐のそういうところは僕には少し羨ましいです。それは皮肉かい？いいえ、本心ですよ。僕にはできないことですから。自分にないものを羨むのは普通でしょ。僕が遠くの景色を見るのも同じかもしれませんね。手が届かない場所だからこそ憧れるような。ほう、ルカも割と繊細なところがあるんだね。もっと隙のないタイプだと思っていたよ。そうですか？確かに自分のことを話すのはあまり得意ではなかったですからね。最近は少しオープンになれた気がしますよ。カサネといろいろ話せたおかげでしょうか。私は何もしていないわ。ルカが変わったとしたらそれは自分で変えたんじゃない？そういうことにしておきましょう。ではそろそろドローンを探しに行きますか。そうだね。そういえば瞬間移動では行けないような遠い場所も嵐の超高速ならすぐ行けるのよね。よく考えたまえ。私の超能力は早く動けるだけだぞ。時間の短縮にはなっても結局自分の足で歩くんだ。遠くへ行くなんて想像しただけで疲れる。瞬間移動と交換できたら日々快適だろうに。僕には超高速も便利そうに思えますが、お互い隣の芝生は青く見えるんですかね。して妙な機能をつけたりしてるんでしょうね。いろいろと実験中だがなかなかうまくいかなくてね。
まあ、いずれ時が来れば詳しく教えよう。やけに言葉を濁しますね。まあ、深く追求するのはやめておきましょう。派手に行くわよ。続けていくうちに倒してしまいましょう。任せてもらうわ。よし、私がやる。我々を許しなくていいか。行ける、ゼミン。頑張れ、全力で決めましょう。一気にやるわ。あそこです。外見上はどこも損傷していませんね。やはり怪異の攻撃などではないようです。なら内部の故障かしら。嵐、中を調べられる？いや、調べる必要はないよ。全ては私の思った通りだった。どういうことです、嵐？事件の真相を明らかにする時が来たようだ。確信を得るまではと黙っていたんだが、犯人は私だ。そうだったの。なんだ、全然驚きがないな。もっと派手なリアクションを期待していたんだが。嵐がわざわざ外までついてきた時点で何かありそうな気はしていたから。僕も予想はしていました。先ほどの改造ドローンの話と関係があるんでしょう。察しがいいね。実は私のドローンもこの辺りで行方不明になって。ああ、あった。こいつの試運転をしていたらどうやら誤作動でルカのドローンを巻き込んでしまったようだ。ただの誤作動で2機のドローンが墜落しないでしょう。ちゃんと事情を話してください、嵐。わかった、最初から説明するよ。そもそもはカラスよけが目的だったんだ。カラスよけ？マスコミのドローンを追い払うってこと？ああ、私も日頃追い回されて慣れたつもりだったが、最近は特に見境がなくなった気がしてね。確かに過激なカラスの活動にプライバシー侵害を訴えるケースが増えていますね。見かねた私は少々嫌がらせもとい過剰な監視社会への警鐘を鳴らしたいと思ったのさ。だからってカラスを攻撃しようとするなんて大人げないんじゃない？攻撃ってほどじゃない。ステルス状態で近づいてちょっと電磁パルスで機能を停止させるだけだ。立派な攻撃ですよ、それは。やりすぎだったのは認めるよ。実害も出してしまった以上プロジェクトは中止せざるを得まい。じゃあその改造ドローンがルカのドローンをカラスと誤認して墜落させたのね。そういうことだ。
おまけに電磁パルスの出力が高すぎて自分まで機能を停止してしまったというオチさ。事情は分かりました。巻き込まれたのが僕のドローンで良かったですよ。民間のドローンなら大事です。悪かったね、ルカ。君のドローンは私が修理させてもらうよ。助かります。急がなくても構いませんよ。今のところ偵察が必要な任務はありませんから。君の気分転換に必要なんだろ。十分急ぐ理由になるさ。戻ったらなるべく早く直そう。ありがとうございます、嵐。終わったよ。ついでに受信機を少し改良しておいた。これでサイネット圏内ならどこへでも飛ばせるだろう。お気遣い感謝します。今までより遠くの景色が見られるというわけですね。どうしたの、ルカ。あまり嬉しそうじゃないわね。あ、いえ、そういうわけでは。本当はドローンで眺めるだけじゃなく自分で行ってみたいんじゃないのかい。ニューヒムカの外へですか。それは現実的ではありませんよ。そんなに割り切らなくてもいいと思うね、私は。やるだけやってみてもいいんじゃないか。瞬間移動で行けないなら他の手段もあるだろう。足で歩いていくことだってできないわけじゃない。確かにそうね。時間も労力もかかるでしょうけど、ルカなら不可能ではないと思うわ。自分の足で。その発想はあまりなかったですね。そんな時間が取れるといいんですが。仕事が心配なら大丈夫だろう。仕事なんてものは多少放り出しても案外なんとかなるものさ。嵐が言うと説得力があるわね。つまりもし今の立場を窮屈に感じているならたまには離れることもできるということだよ。いろいろと重責もあるだろうが、しがらみも責任も国の外まで追ってきたりはしないからね。助言をありがとうございます、嵐。初めてあなたから先輩らしい言葉を聞いた気がしますね。それはどうも。で、どうするんだい。状況が落ち着いたら一度試してみましょうか。ドローンで見た景色を自分の足で歩けるかどうか。私も一緒に行っていいかしら。何が見られるか興味あるわ。ええ、どうぞ。嵐もいかがです。答えは大体想像がつきますが。ああ、私は遠慮させてもらうよ。疲れるからね。代わりにドローンで先導でもしてあげようか。嵐の場合そのうち外出は全部ドローン任せになりそうね。コソネは聞き上手ですよね。つい個人的な悩みまで話してしまいます。いつも勇気づけてくれているお礼がしたいのですが、いいアイディアが思いつかなくて。お礼なんかいらないわ。でもそうね、じゃあトレーニングメニューを組んでもらおうかしら。もちろんです。カサネは鍛えがいがありますから、腕によりをかけて作りますね。お手柔らかに。相性の良さを感じるから、私もあなたに興味を持ったと思うわ。別の出会い方をしていてもね。